東方ジャッカルは日本の競争馬。2014年菊花賞の勝ち馬である。日高町の竹島牧場で2011年3月11日、東日本大震災の当日に生まれ、日高町にも大津波警報が発令されていた。2歳の夏に腸炎を発症し体重が5 0ラム近くも減少。生死の境をさまよい一時は競争馬としてのデビューすら、 危ぶまれる状態に陥った。幸い症状は回復したものの、この腸炎により、立冬トレーニングセンター入球が3歳の3月末と、大幅に遅れることになった。デビューは、ダービー前日の5月31日京都競馬場、芝1800メートルの3歳未勝利戦。ゲート試験に受かって、すぐにまだ仕上がりきっていない段階で、堺学を安城に出走するのを着に終わる。 ただ、酒井は非凡な能力を感じ取り、レース後すぐに、もう一回乗せてほしいと調教師に頼むほど、東方ジャッカルの潜在能力に惚れ込んだ。騎手を、幸い秀明、コースを、阪神競馬場のダート1800メートルに変えて、挑んだ二戦目も9着に終わるが、騎手を酒井に戻した三戦目は、中京競馬場、芝1600メートルの未勝利戦で8番人気を、覆し初勝利。 続く8月の小倉競馬場、千葉1800メートルでの小馬混合500万で、連勝、一ハロン延長して臨んだ9月の小倉の小馬混合1000万。でも、勝ち馬とタイム差なしの2着に抗争。後に、坂井はこの頃を振り返って、未勝利500万したと連勝した時、先々は、重傷でも勝負できる馬だと思いましたと述べている。9月28日、 阪神の芝2400メートルで行われた神戸新聞杯の出走権を抽選で獲得。9番人気の低評価も4コーナーで閉じ込められさらに直線は、この時点でクラシック登録を行っていなかったため、レース後に急遽クラシック追加登録料の200万円を支払い、追加登録を行った。本番の喫下賞では、 前奏の負けて強しの内容から最終的に3番人気に押され、レースでは人気を背負った、ワン,アンドオンリーやトゥザワールドラが、ババの外を回る中、内枠発想の利を生かし内々を先行し、直線の毛出しサウンズ・オブ・アースとの叩き合いを制して3分1秒、0のタイムで優勝し、クラシック制覇を果たした。同馬の勝ちタイム3分1秒0は、2006年期下賞にて、 ソングオブウィンドがマークした3分2秒7の京都市は3000メートルのコースレコードを更新するとともに、成田トップロードが2001年の阪神対商店で優勝した際に記録した3分2秒後を更新する世界レコードタイムともなった。デビューから149日での菊花賞制覇は史上最短記録。またクラシック追加登録場の菊花賞制覇は2002年の騎ミラクル以来に透明。 この菊花賞では、馬券の全然非販売において、当馬の単賞、約200万円が16時20分ごろ、集中投票されたため金曜発売時点で一時一番人気となり、レース後には1380万前後の高額払い戻しが発生し話題となった。阪神対賞店から指導する予定だったが、最終をいきり後に、右前足の爪を痛めたため回避した。 体制が整っていないとして、天皇賞も回避。2015年の初戦は、菊花賞以来8ヶ月ぶりの出走となる、宝塚記念となったが、外を回らされたことが響き4着に敗れた。続く、札幌記念では、最後の直線で伸びず8着。安状の境学部は、養子場に敗因を求めていた。天皇賞は、急切に疲れがあるとして回避。 使うレースがないとしてそのまま年内は休養に入った。阪神対象点から始動ミルコデムール安城で挑むも7着。安城を境に戻して臨んだ。天皇賞ではちょうど中断を追走して、直線足を伸ばし5着と10ヶ月ぶりに掲示板に入ったが、続く宝塚記念では見せ場なく15着と惨敗した。その後、 休養を挟んで12月の金社地層に出走したが11着と大敗した。2017年も現役を続行し、1月の日経新春杯を目標に調整が続いていたが、右前足に屈腱炎を発症し、現役を引退することになった。引退後は、アロースタッドで種ボバとなる。以下の内容は、ジャビスサーチ及び netkeiba.com に基づく。 2017年から、アロースタッドで、種ボバ入り。2018年誕生の初年度3区は9頭。初年度3区のうちの1頭である東方スザクが2021年2月20日、小倉大佐がある未勝利だあと1700メートルを勝ち、3区初勝利を挙げた。ありがとうございます。